ここでは宅宅地地建建物物取取引引業者とと士についいいいてて理解したただきたいと思いますまずは宅地建物取引業について宅地建物取引業とは宅地や建物の取引を不特定多数を相手に反復または継続して行う事業のことですそして宅地建物取引業を営む者を宅地建物取引業者と言います 宅地建物取引業者となるためには、都道府県知事、もしくは国土交通大臣から免許の交付を受けなくてはいけません。ちなみに、この免許の交付を受けるためには、安く済まそうとしても200万円を超えるお金がかかります。次は宅地建物取引業者の免許が必要となる場合について、不動産の取引の種類について考えたとき、どんな取引があるのかという観点からは？ 売買交換貸借の三種類がありますそして取引はどうやって行うのかという観点からは自ら行うことと誰かの代理をすることと当事者同士を取り持つことの三種類があると言えますですからこれらを組み合わせると不動産の取引は全部で九つのパターンに分けることができますそして 基本的にはこれらのほぼすべてが宅地建物取引業者の免許が必要となるんですが自ら当事者として貸借を行う場合のみ免許は不要とされています。これは自分の家や土地を貸すときにわざわざ宅建業者の免許を取ることや高額な保証金を納めることを要求すると貸す人がほとんどいなくなるからだと思ってください。 続いては、宅地建物取引士について。宅地建物取引業者が、宅地建物取引業の免許を受けて業務を行うためには、事務所ごとに従業員のうち5名に1名以上の割合で、宅地建物取引士の登録を受けた人を置かなくてはいけないことになっています。なぜなら、不動産業界には、宅地建物取引士にしかできない業務があるからです。具体的には、 重要事項の説明と重要事項説明書への記名押印それと契約書への記名押印ですただしこれらを行うのは専任の宅地建物取引士である必要はなくて事務所に1人しかいない専任の宅地建物取引士が休みであった場合などにはアルバイトの宅地建物取引士に任せることもできます。それでではは今回はここで終わりりまますありがとうございました